ナトリウムチャンネルは、イオンチャネルを形成する、膜タンパク質で、ナトリウムイオンの細胞膜の透過を担う。カチオンチャネルスーパーファミリーに属する。チャンネルを開くトリガーの種類によって、電位依存性チャンネルとリガンド依存性チャンネルに分類される。神経細胞、筋細胞、特定のグリア細胞などの興奮性細胞では、ナトリウムチャンネルは、活動電位の上昇症を担う。 これらのチャネルには静止、活性、不活性の3つの状態が存在する。静止状態と不活性状態のチャネルは共にイオンを通過させないが、これらの状態のコンフォメーションには差異が存在する。電位依存性ナトリウムチャネルの α サブユニットの模式図。G、グリコシルカ V、P、リン酸化 V、S、イオン選択性を担う V、I、不活性化を担う V。 膜貫通セグメント4路静電化は、膜電位の検知に重要である。ナトリウムチャンネルは大きなアルファサブユニットと、そこに結合するサブユニットから構成される。アルファサブユニットは、チャンネルのコアを形成し、それ単独でも機能を有する。つまり、細胞でアルファサブユニットが発現された時には、ベータサブユニットや他の調節タンパク質が発現していなくとも、 電位依存的な N a 投下を行うチャンネルを形成することができる。補助タンパク質が組み込まれた場合には、形成された複合体はアルファサブユニット単独のものとは異なる。電位依存性や細胞内極在を示す。アルファサブユニットは I から4の4つのリピートドメインを持ち、そのそれぞれが S1 から S6 という膜貫通セグメントを持っている。 高度に保存された S4 セグメントはチャンネルの電位センサーとして機能する。このチャンネルによる電位の検知は2つ置きに位置するせいに帯電したアミノ酸によって行われている。膜電位の変化によって刺激されると、このセグメントは細胞膜の細胞外側へ向かって移動し、イオンはチャンネルを透過できるようになる。イオンが通過するポアは2つの領域に分けられる。ポアの細胞外側の部分は、 各ドメインの S5 と S6 の間の P ループによって形成される。この領域がポアの最も狭い部分を構成しており、イオンの選択性を担う。ポアの細胞質側の部分は4つのドメインの S5 と S6 セグメントの組み合わせによって形成される。ドメイン3と4をつなぐ領域もチャンネルの機能に重要である。この領域は持続的な活性化の後にチャンネルに線をすることで、 チャンネルの不活性化を行う。電位依存性ナトリウムチャンネルのコンフォメーションには、閉じた状態、開いた状態、不活性状態という3つの主要な状態が存在する。閉じた状態から開いた状態への移行は活性化、その逆は脱活性化、開いた状態から不活性状態への移行は、不活性化、その逆は再活性化、不活性状態から閉じた状態への移行は、 不活性状態からの回復、または脱不活性化、その逆は閉鎖状態不活性化と呼ばれる。閉じた状態と不活性状態のチャンネルはイオンを透過させない。活動電位が発生する前の軸索膜は静止膜電位の状態にあり、ナトリウムチャンネルは閉じた状態で、コアの細胞外側は活性化ゲートによってブロックされている。人の神経細胞では、 膜電位がマイナス5 5ルト程度まで上昇すると活性化ゲートが開き、NA がチャンネルを通って神経細胞内に流入し、膜電位のさらなる上昇が引き起こされる。膜電位は静止状態の負の値からゼロを超えて上昇し、このことは脱分極と呼ばれる。この電位上昇が活動電位の上昇所を構成する。十分な量の NA が、 神経細胞に侵入し膜電位が十分に高くなるとナトリウムチャンネルは不活性化ゲートを閉じることで自身を不活性化する。不活性化ゲートはアルファサブユニットのドメイン3と4をつなぐ細胞内の領域がプラグのように機能することで開閉が行われていると考えられている。不活性化ゲートが閉じると NA の流れが止まり膜電位の上昇は止まってチャンネルは 不活性化状態となる。ナトリウムチャネルが膜電位に寄与しなくなるため、膜電位は静止電位へ向かって低下し、神経細胞は再分局し、その後過分局状態となる。この電位低下は活動電位の加工所を構成する。膜電位が十分低くなると、不活性化ゲートが再び開き、活性化ゲートは閉じる。この過程は脱不活性化と呼ばれ、 再びチャネルが活動電位の生成過程に加わる準備が整う。自身の不活性化が行われないイオンチャネルでは持続的な活性化状態となる。一部のイオンチャネルは元来このような持続的活性化を行う性質を有するが遺伝的変異によってそれ以外のチャネルで持続的活性化が起こるようになると特定種の神経細胞での過剰な活性化が引き起こされ、 疾患の原因となる。ナトリウムチャネルの不活性化を妨げるような変異は、ウィンドウカレントによる筋肉や神経細胞の過剰な活性化を引き起こし、心血管疾患や転換発作に寄与する。ゲートのモデリングナトリウムチャネルの一家的振る舞いは、マルコフ過程、またはホジキン、ハクスリーモデルによって、モデリングを行うことができる。前者では、個々のチャネルは異なる状態を示、 状態間の移行は、微分方程式で記述される。後者では、チャネルは、複数の独立したゲート変数の影響を受ける、集団として扱われる。各変数は0から1までの値を取り、変数の積によって電導性を有するチャネルの、割合が得られる。ナトリウムチャネルのポアには、負に帯電した、アミノ酸残機からなる選択性フィルターが存在し、 これらの残機はまさに帯電した NA イオンを引き寄せるとともに CL イオンなどの負に帯電したイオンを排除する。その後、カチオンはポアのさらに小道が小さい領域へと流れ込む。K が最も小さい領域では、ポアは0.3から0.5ナノメートルで、水分子を伴った一つの NA イオンがちょうど通過できるだけの幅である。 より大きなサイズである K イオンはこの領域を通過することができない。またサイズが異なるイオンは、コアに並んだ符に帯電したグルタミン酸残器との間で NA イオンと同様の相互作用を形成することもできず、透過は起こらない。電位依存性ナトリウムチャンネルは、通常イオン透過性ポアを形成するアルファサブユニットに、チャンネルのゲート機能の調節などいくつかの機能を持つ、 ベータサブユニットが一つか二つ結合した構成をしている。アルファサブユニット図時、基地の人のナトリウムチャンネル9つの進化的、関係ナトリウムチャンネルファミリーには、基地のメンバーが9つ存在し、膜貫通領域と細胞外ループ領域のアミノ酸、同一性は50%以上である。ナトリウムチャンネルの標準的命名法は、IR によって定められ、管理されている。 これらのチャンネルタンパク質は NAV1.1 から NAV1.9 と名付けられている。遺伝子名は SCN1A から SCN11A である。アミノ酸の類似性に基づくチャンネル間の進化的関係が図1に示されている。ナトリウムチャンネルは配列の際だけでなく、速度論や発言プロファイルに基づいて分類することもできる。そのデータの一部は、 下の表位置にまとめられている。ベータサブユニットナトリウムチャンネルのベータサブユニットは、細胞外の N 末端と細胞質側の C 末端を持つ一型膜貫通糖タンパク質である。免疫グロブリンスーパーファミリーのメンバーであり、細胞外領域に典型的な v セット i g ループを含んでいる。ナトリウムチャンネルのベータサブユニットは、カルシウムチャンネルや、 カリウムチャンネルの β サブユニットとの相同性は見られない。その代わり、エンシメートルや L1 ファミリーの細胞接着分子と相同である。β サブユニットは発見順に SCN1 バイト、SCN2 バイト、SCN3 バイト、SCN4 バイトと名付けられた4つの種類が存在する。β1 と β3 は非共有結合的に アルファサブユニットと結合するが、β2 と β4 はジスルフィード結合を形成する。細胞接着分子としての β サブユニットチャンネルのゲートの調節機能に加えて、ナトリウムイオンの β サブユニットは、チャンネルの発現の調節や、アンキリンやスペクトリンを介した細胞骨格との連結の形成も行う。電位依存性ナトリウムチャンネルは、FHF、カルモジュリン、 細胞骨格や、その調節機能ゼなど、様々な他のタンパク質と複合体を形成し、チャンネルの発現や機能に影響を与える。ベータサブユニットの一部は、細胞外マトリックスの分子とも相互作用する。F3 や F11 の名でも知られるコンタクチンは、ベータ1と結合することが共鳴域沈黙によって、示されている。テネーシン C とテネーシン R の フィブロネクチン様リピートは β2 に結合するが、上皮成長因子様リピートは β2 と反発する。ディスインテグリンとメタロプロテーナーゼアダム10は β2 の細胞外ドメインを切断し、おそらく神経突起の伸長を誘導する。β3 と β1 は成長中の神経細胞のランビエ降臨のニューロファシンに結合する。リガンド依存性ナトリウムチャンネルは、 膜電位の変化の代わりに、リガンドの結合によって活性化される。リガンド依存性ナトリウムチャンネルの例として分かみ、軽筋接合部のニコチン性アセチルコリン受容体があり、リガンドはアセチルコリンである。このタイプのチャンネルの大部分はナトリウムとともにカリウムもある、程度同化させる。電位依存性ナトリウムチャンネルは活動電位に重要な役割を果たす。 細胞膜電位に変化が生じた時に十分な数のチャンネルが開くと少数ではあるものの大きな影響を与えるだけの量の NA が電気化学勾配に従って細胞内に流入し細胞をさらに脱分極させる。そのため細胞膜の特定の領域に極在しているナトリウムチャンネルが多いほどその領域では活動電位は早く電波しより興奮しやすくなる。 これは、ポジティブフィードバックの一例である。ナトリウムチャンネルには閉じた不活性状態が存在するため、不応期が生じるが、このことは、活動電位が軸索を下って電波していくために、重要である。ナトリウムチャンネルは、カリウムチャンネルよりも、迅速に開閉を行うため、活動電位の開始段階では、静電化の流入が起こり、終盤では、静電化の流出が起こる。 一方、リガンド依存性ナトリウムチャンネルでは、リガンドの結合に応答して、膜電位変化が一から作り出される。次に挙げる天然物は、ナトリウムチャンネルを常に開いた状態にする。次に挙げる毒素は、ナトリウムチャンネルのゲート機能を変化させる、運動、拒血性心疾患、拒血性脳卒中、コカインの摂取などの生理学的、病態生理学的条件によって、血液や、 組織の pH は変化する。pH の変化はナトリウムチャンネルに変異を有する患者にエレクトリカルディジージスを引き起こす。プロトンはナトリウムチャンネルのゲート機能に様々な変化を引き起こすが一般的には一過的なナトリウム電流の強度を低下させ持続的なナトリウム電流を引き起こすような不活性化が起こらないチャンネルの割合を増加させる。このような影響は神経、 骨格筋、そして心臓組織で疾患を引き起こす変異で共通して見られる現象である。ナトリウムチャンネルのプロトン感受性をより高めるような変異体ではさらに強い影響が見られる可能性があり、プロトンがエレクトリカルディジーズの急性症状の引き金となっていることが示唆される。心筋細胞由来の一分子のチャンネルからのデータは、プロトンが 個々のナトリウムチャンネルのコンダクタンスを低下させることを示している。ナトリウムチャンネルの選択性フィルターは4つの機能ドメインのポアループからそれぞれ1残機ずつが参加することで構成されている。この選択性フィルターを形成する4残機はデカモチーフとして知られている。ナトリウムチャンネルの透過率はアウターチャージのリングを構成する4つのカルボン酸。 残機エドモチーフによって決定されている。これらのカルボン酸のプロトン化は、ナトリウムチャンネルのプロトンによる、遮蔽の主要な駆動因子の一つであるが、他の残機も pH 感受精に寄与している。そのような残機の例としては主に心臓で発現する、ナトリウムチャンネルナブ1.5の C373 があり、このチャンネルはこれまで研究された、ナトリウムチャンネルの中で、 最も pH 感受性が高いものである。心臓のナトリウムチャンネルナブ1.5は最も pH 感受性の高いナトリウムチャンネルであり、知見の大部分はこのチャンネルに基づいている。細胞外の pH の低下は活性化と不活性化の電位依存性を脱分局側へシフトさせる。そのため運動など血液の pH が低下する活動の間は、 チャネルの活性化と不活性化がより性でイガ側で起こる可能性が高くなりその悪影響が生じる可能性がある骨格筋繊維で発現しているナトリウムチャネルナブ1.4は比較的 pH 感受性が低くなる方向へ進化している運動中の血液の pH レベルは極めて変動しやすいものの骨格筋ではこのような過剰または 過剰な興奮に対する保護機構が存在していることが示唆される。近年、骨格筋、ナトリウムチャンネルナブ1.4の変異には、周期的な麻痺と筋強直を引き起こすものがあり、この変異では本来は、pH 感受性を持たないチャンネルに感受性が付与され、心臓型のサブタイプと似たゲート機構となっていることが示されている。プロトン化の影響は、 ナブ1.1からナブ1.5で特徴付けが行われている。これらのチャンネルのうち、ナブ1.1からナブ1.3、ナブ1.5は、アシドシスによって活性化の電位依存性が脱分極側へ変化するが、ナブ1.4は、非感受性である。定常状態での早い不活性化の電位依存性は、ナブ1.1からナブ1.4では pH による変化は起こらないが、 ナブ1.5では脱分極側へのシフトが見られる。したがって、これまで研究が行われているナトリウムチャンネルの中では、ナブ1.5が最もプロトン感受性が高く、ナブ1.4が最も感受性が低いサブタイプである。電位依存性ナトリウムチャンネルは、現存する生物種の中で最も動物に禁煙な単細胞生物であると、されるエリベンモウムシのメンバーにも存在する。 このことから、ナトリウムチャンネルは、動物界で、中核的な役割を果たす多くのタンパク質の一つで、あるものの、多細胞性を獲得する以前に進化したものであると、考えられる。四つのドメインからなる動物型の、電位依存性ナトリウムチャンネルは、単一サブユニットからなる、イオンチャネル、おそらく、カリウムイオンを透過するチャンネルから、二度の重複を経て、進化したと考えられる。 このモデルは4つのドメインのうち、I と3,2と4の類似性がより高いことから支持され、1度目の重複によって誕生した2ドメインからなる、中間体は2つのドメイン間に十分な差異が生じるほど長期間存在したことが示唆される。2度目の重複の結果、2つの類似したセットからなる4、ドメインのチャンネルが形成された。 この4度メインからなるチャンネルは主にカルシウムを透過するものであったと考えられており、ナトリウムに対する選択性はその後に細菌型ナトリウムチャンネルとは独立して獲得されたと考えられている。無脊椎動物からの多様化の後、脊椎動物の系統では2度の全ゲノム重複によって4つのナトリウムチャンネルの遺伝子パラログが生じ、それらのすべてが保存されている。 新骨類と獅子動物の分化の後、新骨類では3度目の全ゲノム重複が生じたようであり、現代の魚類の多くは8つのナトリウムチャンネルのパラログを発現している。現代の哺乳類の10個のパラログは、獅子動物の共通祖先に存在した4つのパラログのうちの2つが平行型、または入れ込型の遺伝子重複を繰り返した結果、生じたと考えられている。 ありがとうございます。